はい、こんにちは。今日は千葉大学の問題です。問題はこちらです。空間内の3点 ABC、それから直線 L、それから平面 π が与えられていて、平面 π は直線 L を含んでいると。で、括弧1は A と C を B で表せ。括弧2は平面 π が三角形 ABC の2辺 AB、AC の両方に交わるように B の値の範囲を定めようといった問題ですね。まずはこれ状況を確認すると、まあ、なんか平面 π っていうのがこうありますよと。平面 π っていうのはこの直線 L を含んでるわけですね。で、3点 ABC がどっかにあるよと。で、今 A と C を B で表せってことなんですが、直線 L っていうのはこれですので、これをうまいことまず整理していきましょうと。これっていうのは何を言ってるかっていうと、これをじゃあ実数 T とでも置きましょう。3つ等しいよと。これが T と置きますと、そうすると XYZ イコールの形にできますよと。これっていうのは、これイコールこれですので、マイナス T のマイナス4ですね。x はマイナス t マイナス4。こうなるよと。で、y はこれ3倍して 3t マイナス9ですね。マイナス9のプラス 3t と。それから z は 2t ですよね。こう t を使った式で表せるよと。まあ、これでもいいですし、これちょっとばらすと、こっち側はマイナス4マイナス9、0ですね。マイナス4マイナス9、0。足す t 倍のマイナス1、3、2ですね。こう表せると。まあ、これ、ばらしただけですね。ですので、こういうふうに表せるので、直線 L っていうのは、要するにこの点を通りますよと。まあ、このある点、この点を通って、で、これの実数倍ですよと。つまり、これの方向ベクトルが今これだということですね。これの実数倍ですよと。こういう形で直線 L を表すことができますよと。で、今これが平面 π に含まれているよってことから、AC を B で表したいんですけども、例えばどっか2点取ってあげればいいですね。この t に何か代入してあげて、例えば1とか2とか代入してあげて、でその2点を求めてあげて、それをこの xyz に代入して、abc の値決定していけばできますし、または、この方向ベクトルと、この方線ベクトルですね。平面 π の方線ベクトルが垂直ですよね。この方向ベクトルっていうのはこれですよ。これと方線ベクトル。方線ベクトルは、この xyz の係数部分、a、1、b ですね。ですので、これが方線ベクトルと。A1、B。まあ、これと、これの内積が0ですよってことを使ってやってもいいかなと。つまり、A1、B と、マイナス1、3、2。これの内積がイコール0ですよと。で、これを使うと、A を B で表すことができますよと。あと、もう一個 C を B で表したければ、まあ、もう一点どっか代入してあげて、C を決定していけば OK かなと思いますし、まあ、または、このままやっていってもいいかなと思います。つまり、xyz 今 t の式で表されているので、これをそのまま xyz に代入して、すべての実数 t でこれが成り立つよというふうに考えてもいいかなと思います。まあ、それでちょっとやってみると、でこれまず代入しましょうと。これ代入すると、a×-4-t。から y は今これですね。-9 プラス 3t。から z は 2t ですので、2bt。で、c もこっち持ってくると、-c イコール0ですよと。で、これで t でくくると、マイナス at、3t、それから 2bt ですので、マイナス a、プラスの3、プラスの 2b の t ですよと。からマイナス 4a、マイナス 9、マイナス c ですね。イコール0と。こういうふうになります。今 t でまとめましたよと。で、すべての実数 t においてこれがイコール0になるってことは、t がこれ変化してもずっとこれは0になるっていうことは、ここは0になるしかないですね。ここは0。そして、ここが0であれば、ここは0しかないよと。足して0ですから、ここ0、0になるよと。いうことを使えば、これ A と C が決定しますよね。ということで、これから A は 2B 足す3ということが出てきますよと。で、C はこっちから、マイナス 4A、マイナス9ですね。で、B で表したいので、これを代入しましょうと。これのマイナス4倍ですから、マイナス 8B、で、マイナス12、で、マイナス9ですから、マイナス21ということで、A と C のを B で表すことができましたよと。こんな風にやってもいいかなと思います。括弧1はこれでおしまいです。続いて括弧2です。三角形 ABC の2辺 ABAC の両方に平面 π が交わるようにということなんで、まあ、状況としてはこういう状況ですね。ABC があって、この AB と AC を、まあ、この切るように平面 π っていうのがこう交わってるよということですね。まあ、こういう状況だと。で、こうなるような B の範囲を定めたいんですが、まあ、とりあえず、括弧1で A と C を B で表すことができたので、ここ A と C に代入するとこんな式になりますよと。B を使った式になりますよね。で、これが今平面 π だと。で、
今これ例えばですね、やり方としてはここの点をの座標を出しましょうと。例えばこっち S:1-S、T:1-T とかっていう風にして、まあ、S と T が0以上1以下の範囲ですねと。まあ、こんな風にしてあげて、で、ここの座標 S と T を使って出せますよね。つまり、内分する点、A と B を内分する点、S:1-S に内分する点ですから、じゃあ例えばこの点はっていうと、S:1-S ですので、1-SOA ですね。1-SOA、つまりこれですね。2、3、4、足す S かける OB ですね。つまり、0、1、0ですよと。これで、この座標を出すことができます。S を使った式で表せますよ。同様にこっち側も T を使った式で表せますよと。で、それを平面π 上の点ですから、ここに代入しますよと。X、Y、Z にそれぞれ S と T を使った式で代入すれば、S と T を使った、あ、ここですね。ここに代入しましょうと。そうすると S と T と B ですね。を使った式になりますよと。で、あとはこの範囲っていうことから B の範囲を絞っていくというふうにやっていってももちろんできますし、まあ、今回もうちょっとですね、楽にやるために、正領域、不領域っていうのを使いましょう。正領域ですね。と、不領域。つまり、正と負に分かれますよと。この平面 π において、これよりも上側にあるのが A ですよと。この下側にあるのが B と C ですよと。こう分かれてるわけですね。この平面で、上と下に分かれていると。分かれてるってことは、正と負に分けられるわけですね。つまり、どういうことかっていうと、今、じゃあ、平面で考えると、例えばじゃあ、y イコール、2x っていうのを考えましょうと。このグラフ、こんなグラフですね。で、これは、この直線によって、こっち側の領域とこっち側の領域に分けられますよね。で、これは、じゃあ、例えばこれを、イコール0の形にしましょうと。これは y-2x イコール0ですね。y-2x イコール0になるよと。で、イコール0の形にして、で、この xy に代入してみましょう。そうすると、じゃあ、例えば、こっち側の領域の、じゃあ、ここ3、1っていう点を代入してみましょうか。3、1を代入すると、x が3で y が1ですから、1-6 ですので、これ負になりますね。ということで、こっち側は負ですよと。この点を代入したら負になる領域ですよってことですね。じゃあ、こっち側のどっか点代入してみましょう。じゃあ、例えば、-1、2っていう、-2、1にしましょうか。この点を代入しましょう。そうすると、x が -2、y が1ですから、1プラス、4で5になりますね。プラスになりますよと。ということで、こっち側プラス、こっち側マイナスっていう風に分けられてるわけです。まあ、他の点代入したとしても、こっちがマイナスで、こっちがプラスっていう風に、領域として分かれるわけですね。ということで、こんな風にできますよと。じゃあ、同様にこれと同じように考えると、まずこれイコール0の形にしましょうと。つまり、これをこっちに持ってきて、プラスの 8b プラス21イコール0ですね。プラスの 8b プラス21イコール0と。イコール0の形にしてあげて、これが平面 π ですよと。で、この A っていうの点を代入しましょう。じゃあこれを F、X、Y、Z でも置きましょうか。で、A の点代入した点と、B、C を代入した点は、プラスとマイナスで分かれるわけですね。ですので、A は今2、3、4ですから、F、2、3、4。これを代入したものと、これが A ですよと。それと F、じゃあ B。B は0、1、0ですね。これを代入したものっていうのは、こっちが正であればこっちが負。こっちが負であればこっちが正っていうふうに符号が変わるわけです。ですので、これはかけたら負になるよと。ただし、A と B は両方これ、π 上に来ることもあるので、π 上に来るっていうことも考えて、イコールをつけておきましょうと。0になることもあるよということで、こうなります。で、同様に、F、2、3、4。要するに、この A のこっち側の領域ですね。と、C の領域。C は1、0、0ですね。これは0以下ですよと。こういうふうに表せますよと。であとはこれを解いてあげれば OK で、じゃあ F234 っていうのは234を代入すればいいので、XYZ に234を入れると、2の時は 4B で 4B ですから、8B プラス 8B で 16B ですね。それから、2で6で3で9で30ですね。になるよと。これの値はこうなるよと。で、かける010ですから0101を足すので 8b プラスの22というふうになります。これが0以下。で、こっち側はこれはこれですね。16b プラスの30。と、こっち側は100ですから、ここだけが残って、これ足すこれですから 10b プラス24が0以下ですよと。
これを解いてあげれば OK ということになります。で、これを解くと、まあ、上の式は、マイナスの約分数16分の30ですから、8分の15。と、こっち側はマイナス8分の22ですから、マイナス4分の11ですね。ですので、マイナス4分の11以上、で、マイナス8分の15以下になりますよと。こっちも同様に、マイナス、5分の12以上、マイナス8分の15以下というふうになりますよと。ということで、これを両方満たしているよということですから、これかつこれですね。これかつこれの領域が B の範囲ですよということになります。で、こっち側揃っているので、これとこれどっちが大きいのかなってことなんですが、あとはこれ比べると、これはマイナス4分の11とマイナス5分の12は、こっちの方が大きいですね。これ通分すると5倍して、20分の、55ですね、マイナス。こっち側は20分の48ですから、絶対値が小さい方がマイナスの時には大きくなるので、こっちの方が大きいよと。ということで、こっちの方が大きいので、こっち側が採用されるよと。これかつこれですので、こっち側ということになります。ということで、B の範囲はこれということになるわけです。まあ、こんな風に求めることもできますよと。はい、今回は以上になります。ありがとうございました。